He's here. Today we'll be concluding this banner event, a splash of adventure. We're going to get started on the epilogue. Summer's only just begun. That's a first. それがいい。こいつらにもかなり手を焼かされたからな。 And with that, the struggle over Simone's lost treasure came to a close, and thanks to Estelle's strict instructions, Barbara and her men is returned to the island. I can't read that fast. Now the princess and her men intend to enjoy the rest of the summer to the fullest on the island's lovely beach. まあ、騒がしいと思って駆けつけてみれば、そんなことが。すみません、大切な時にお力になれなくて。気にしないでくれ。 ウェルシュラにもやることがあったわけだしさ。それに君には十分助けられたよ。占いがヒントになってバルバリアと戦う手段を思いついたからね。占い師か。いいね。あたいの一味にも欲しいよ。そうすりゃお宝の場所を見つけ放題だ。 She just call her a buxom lass. Okay. エステルはしばらく島に残るんだっけ。はい、バルバリアを改心させないと私の気が済みません。私も協力しよう。今のあいつも野放しにしては安全な航海は危うい。おやおや、こいつはとんでもねえお説教コンビが生まれちまったな。しゃあ、おっかね。怒られないうちに俺は逃げるぜ。 失礼ですね。何もしなければ怒りませんよ。頑張れエステル。きっとバルバリアを改心させられるって信じてる。ありがとうございます。少し時間
しれませんが、必ずやり遂げて城に戻りますね。ああ、その日を楽しみにしてるよ。あ、いた。ちょっといい？セイレン、どうしたんだ？なんだなんだ、もしかして俺たちと一緒に遊びたくなったか？それなら歓迎するぞ。何しろセイレーンは今回の功労者だからな。バーベキュー食べる？それともボールで遊ぶ？いいの？食べるし遊ぶ、超楽しそう。で、それはそれとして、ねえ、私今回頑張ったよね、みんなのためにさ。ああ、君の歌がなければ勝てなかったよ。じゃあ私のお願い聞いてほしいの？もちろん、何でもとは約束できないけど、大抵のことなら。やった、それじゃあね。This hot summer isn't over yet. And I guess that's it. Anyways, thank you guys for watching this video. And I can't wait for the next part to come up pretty soon. So I'll see you guys in the next video. Later.